義明様を無事に京に送り届けたことだし、これで少しは天下も落ち着くかな。 Hello everybody and welcome back to Samurai Warriors 5. 将軍位につかせたとはいえ、 I accidentally skipped the opening. 力なき将軍家に忠を尽くす者がどれほどいるか。だから兄様や長政様が助けてあげるんでしょ。今はそうだな。助ける価値のあるうちは助ける。あ、それってどういう。今日の松永久秀殿より急死が参りましたぞ。今日追われた三好三人衆にまたも不穏の動きが。長野さん、直ちに兵を率いて京へ向かうぞ。あ、不穏の動きったって援軍要請はまだだろ。今日は遠い。今から動かねば間に合わん。まだ将軍が撃たれては困るのでな。俺のやり方、手を貸すぜ、信長様。義明様のいる本国寺までもうすぐだ。これで何も起きてなかったらとんだ骨折りだな。いえ、進むほどに嫌な匂いが濃くなっていく。これはもう始まっているわね。さすが大方様、俺もそう思います。物見を放つまでもないか。時は一刻を争う。先を急ぐぞ。All right. I haven't upgraded anything in a million years. What do you use? A regular old katana, eh? Ah, you can actually use that. Good. Good. Finally, someone can use it. Hisahide no tayori o moto ni kite mireba.やはり三好の残党どもが攻め寄せていたか。アオ。豚の殿、美濃にいるはずのあなたがなぜここに。宇長が現れたなと。そんなバカな。無茶見まして俺、急ぎ義明を討つのだ。信長殿、私はここだ。早う助けに参れ。よしめ、俺の留守を狙ってきたか。この木に叩き潰しておかねばなるまい。三好三人衆がいる限り都は落ち着かねえ。俺が絶対に倒してやる。やれやれ、信長様が間に合ってなけりゃ今頃どうなってたやら。このままでは押し切られてしまう。援軍を呼びに行かねば。敵に何やら不審の動きあり、懸念の種は排除しておきましょう。親父の加勢で流れが変わった。やっぱり親父はすげえ。俺も頑張るぞ。ご無事ですか義明様。金国の将をかき集めて汗さんじましたぞ。まずい、いよいよ厳しくなってきたぞ。Oh. Well, good on you, Nagamasa. これでよし。懸念を一つ除くことができましたな。味方が勢いに乗ってきたな。まだ諦めるには早い。義明を直接狙え。開門。斎藤殿を援護せよ。一気加勢に攻め立てるのだ。
敵が現れたのか。もう俺たちだけじゃどうにもならねえぞ。打ち死に。分かった。はい、はい、はい、目障りだ。Hello, Drum Captain. Goodbye, Drum Captain. あなたの輝き、何よりまばゆい。なんとかしのげたか。よっしゃ、今度はこっちの番だ。耐えた分しっかり暴れてやるからな。これが俺のやり方だ。救援コン。I still miss his lance. Oh yeah. Let us swing at the air. And nothing. この浅い長政が討ち取った。悔しい。ここまでか。助かった。おかせ、かたじけない。さらなる襲撃に備えておく必要があろう。守りをもっと固めておく。形勢逆転というわけか。まあよい。砦にこもれば、さしもの信長も手は出せまいで。うちにこもり、手駒に戦わせる。That's... Hmm. Yes! The enemy has all been destroyed. Let's push the front line even further! Kaimon! My ideal world is not necessary. Goodbye, such a object is good. Everyone, take care of it. Yatsura を炙り、砦から引きずり出すのです。策の準備を進めている間、俺たちは派手に暴れて敵の目を引きつけておくか。貴様ら何をしている。織田の援軍か。ここから先は通さぬぞ。では進軍できないぞ。ここは引くほかあるま。分かった。はい。これは見事ですな。Not enough people. Come on, go over here.
よし、まんまと出てきたようだ。これで策の準備も少しは楽になるだろう。これが俺のやり方だ。聞かせていただこう。目障りだ。壊してくれ。俺をうつけと侮ったか。あなたの輝き、何よりまばゆい。耐えきれん。引かせてもらう。悔しいが、ここまでか。俺の出番か。敵将、この浅井長政が討ち取った。力及ばずか。So far, so good. Oof. Ah, what am I, the talkative? Dad, go. こうなったら破れかぶれだ。信長どもと差し違えてやるわ。開門。来たな。ならば迎え撃つのみ。ようやく兵を進められる。これより各地の味方に加勢する。There we go. Nice and smooth. Come on, 将軍が無事ならそれでいい。これで都も少しは静かになろう。信長様に来ていただけるとは。いや、本当に助かりました。我らだけでは危うい戦だった。久秀殿があらかじめ信長殿に知らせていなければ。この戦、一番の手柄は久秀だったようだな。久秀、よく知らせてくれた。三好三人衆とは因縁の間柄、常に気にかけておりましたゆえな。奴らは過去の映画にすがるだけのクズ。これでようやく掃除が叶いました。で、おあるな。 That sounds about right coming from him. Okay, so I missed a couple. They might have been, come to think of it, they probably could have been to do with certain people playing as certain people. I know that's typically the case.Whose weapon is that? Probably the ninja. I don't know why I even thought of it was. Nobunaga, 殿、遠くからよう駆けつけてくれた。私を大切にしてくれていること、心から礼を申すぞ。
この機にそなたを副将軍に推挙したいと思うが、もちろん受けてくれよな。俺にそのような大役は似合いますまい。それよりも今日の守りをより堅固にしなくては。そうか、世話をかけてすまぬな。もったいなきお言葉。ではこれにて。将軍様との謁見はもう終わり？随分と早かったわね。将軍と長話するいとまがあるならば、俺は機長と話していたいからな。嬉しい。ねえ、外に出ない？あなたに見せたいものがあるの。ああ、いいだろう。綺麗。ほう、この戦火を耐えたか。このムクもいつかはすすけてしまうのかしら。そうはさせない。光秀だろ。お前に先を越されるとはな。確かに犠牲なくして太平の世は築けんのやもしれん。だが市中の希望を守り抜くには、乱れし現世を打ち砕かねばならん。その先に太平がなれば、無垢は無垢のままでいられよう。それが天下一心なら、あなたが守り抜きたい希望って？俺にとって大切なものたち、もちろん機長、お前もだ。But I was talking about Mitsuhide. 笑うか？らしくなると。けど、それでこそ俺の親父だ。惚れ直したぜ、な、機長さん。もう…I love living by the street. All right. Chapter 4.There's a lot of stuff I should be doing, but I'm gonna keep going until I have to upgrade something. 信長が上洛を果たしてなお、越後の上杉、甲斐の武田、そして西国の毛利など各地で大名が割拠していた。義明の御所を整えた信長は、京周辺を安定させるため、将軍の名において越前の朝倉義景に上洛を命じる。しかし再三にわたる上洛命令を義景は黙殺。その態度を危険視した信長は朝倉討伐を決断した。一方、織田家と朝倉家双方の盟友である浅井長政がどちらに味方するかは不透明なままである。 That would be a tough situation. 信長編第4章。 ButI can't remember, did he try to mediate or did he just immediately turn it? Because trying to mediate it probably would have been better. I doubt it would have had any different outcome, but... Nobunaga-dono, Azaito's contract was included in Asakura's contract with Asakura.やはり今朝倉を攻めるのは、私も考え直すべきだと思うわ。もしも長政が朝倉に味方すれば、一の立場も危うくなるもの。長政は天下一心の志を共にするものだ。
この後に及んで俺を裏切ることはあるのに。だが、もし俺に背くようなことがあれば、もはや長政と共に歩む道はない。それでも構わないと。いずれにせよ、天下一新の妨げとなる朝倉の存在は看過できん。お前も腹をくくれ、光秀。もちろんだ。上様、信長殿が越前に出兵するようでございますな。上洛せよとの上様の命に従わぬからだそうで。私は朝倉に上洛など命じた覚えはないが、これも将軍家の権威を立て直すためなのであろう。だとよろしいのですが、この先はあまり信長殿を頼りなされぬ方が良いかと存じます。とは申せ、私は織田に守られてここにいるのだぞ。下手なことをすれば何をされるか。上様は何もご心配召されますな。この三つ淵に少し考えなさいますれば。It's all human history is. It's just lies and treachery half the time. And usually the ones that are all actually about keeping things honorable and safe are typically the ones that die first. They kind of played into that with, Nagamasa in the last one, in like 4, where he was all about justice and honor and for the greater good. They always portrayed Nobunaga. That's the one thing I do like about this. They always portrayed Nobunaga from his alias of the Demon King. And this game does show how he turned pretty much into that.Even if they use kind of a fictional way. At this rate, I should make a playlist on the channel of just all everything Japanese history that I've put on here, because that would be a lot at this point. And I don't plan on stopping.お手合わせ願おうか。There we go. この俺を止めようとて無駄よ。Come on, throw open the gates. I never really dealt with much of the Asakura. Like in Nobunaga's ambition. I never really dealt with them that much. And it is nice that that clan at least is getting a little bit more...shine in 5, because there's not like there was never really a character you played from the Asakura.俺を打つけとは侮ったか。耐えきれん、引かせてもらう。先に市場を潰しておくのが定石。みんな、金ヶ崎城より先に天筒山城を落とすぞ。尋常に勝負いたせ。He just, for a second I thought he just punched me. 打ち取ったぞ。叶う相手ではなかったか。お見事にございますな。聞かせていただこう。とは侮ったか。叶う相手ではなかったか。
叶う相手ではなかったか。あなたの輝き、何よりまばゆい。この俺を止めようとて無駄よ。液晶打ち取ったぞ。叶う相手ではなかったか。己信長、朝倉を攻めると浅井に訳したのではなかったのか。上位に You swore you wouldn't attack me! 今さら役場を振りかざすなど。昇進。まずは上場の戦果だ。あとは一条谷の朝倉義景さえ撃てば。幕府の意を借り、己に従わぬ者を撃つ。信長殿は身勝手が過ぎます。開門。吉影様、まさか金ヶ崎まで出馬なされるとは。金ヶ崎はすでに落ちたか。出遅れだな。長政が来てくれたか。これで一息に吉影を撃てるぞ。古き名約に従い、俺たちは朝倉に加勢する。織田信長を討ち取れ。勝利条件変更。このままじゃ信長様が危ねえ。向かってくる敵将を止めねえと。仲間さん、それがお前の選んだ道か。敵将討ち取ったぞ。叶う相手ではなかったか。浅井め、援軍かと思い油断したわ。支援救援軍。敵将討ち取ったぞ。耐えきれん。引かせてもらう。俺を打つけとは侮ったか。叶う相手ではなかったか。やっぱり親父は最強だ。開門。我々がしんがりとして敵を食い止める。信長殿と姫様は先に引かれよ。勝利条件変更。死ぬなよ。不運を祈る。この戦、信長様さえ無事に逃げられりゃそんだけで御の字だが、他の将が逃げられるかどうかもしんがりである俺たちの働きにかかっている。敗北条件変更。このままではすりつぶされるぞ。ここは引こうかあるまい。I do not need to rush right in there. この俺を止めようとて無駄よ。なんとか基地を脱したか。俺を撃つけとは侮ったか。引かせていただこう。信長は俺がこの手で撃つ。止められるもんなら止めてみな。 Oh, I'll defeat you. Let's just destroy your boy band first. 終わりを壊さねば世は変えられん。朝倉との盟約もしっかり。長政、それが分からぬか。ああ、分からねえな。人として守るべき境をあんたは超えた。俺はそれが許せねえ。敵は皆、
あの人の首を狙っているはず。してくれ。私が守らなくては。I really don't think you will. There's a whole side of the map that needs to be looked at. あの様子ではこの先長政が味方に転じることはあるまい。必ずあの人と共にこの基地を出してみせる。この俺を止めようとて無駄よ。俺を打つけとは侮ったか。なんと見事な。液晶消し去りました。聞かせていただこう。約定一つ守れぬ信長殿に天下など託せるはずもありません。終わらせましょう。Don't mind me and my flamethrower. That's probably when one of her missions would have come up. これで戦場を脱することができよう。開門。弁解なんてしないよ。私の命は長政様の志とともに。姫を守ることのみが俺が生かされた。ならば命に代えても果たし抜いてみせますよ。敵となった以上遠慮はいらん。ただし俺もお前らに容赦はせんぞ。位置を守れと命じたのは俺だ。お前がそれを果たそうというなら何も言うことはない。申し訳ありません。一度は救われたこの命、姫のために再び捨てる覚悟はできています。さすがに手ごわい。信長様、また戦場にて。開門。一はこの先も長政様と一緒に戦います。さよなら兄様。一、お前に恨まれようと俺は止まらんぞ。パーフェクト。Honestly, if they wouldn't have retreated, we probably could have just destroyed them.
機長！親父、機長さん！あそこか。翼か。くそ。機長、なぜだ。まさか濃姫様が亡くなられるとはな。俺も一緒にいたってのに、クソ、俺の役立たず。信長様はだいぶ思い詰めてる様子だったが、大丈夫なのか。俺は信長殿を信じる。必ず立ち直り、天下一新に向けて再び歩み始めると。うん、これも信じるよ。 In a way. Yes. 待っているぞ、信長殿。来たか、光秀。お前にだけ伝えておきたいことがある。あ、聞こう。俺は機長の仇を討つ。機長を奪った者をこの手で斬る。それは仇討ちのために天界神の歩みを止めるということか。そうなる。俺は新たな世を機長に見せたかった。花もすすけぬ世で機長を思うまま遊ばせたかった。その望みを刹那にして奪われたのだ。我慢ならぬ、仇討ちをなすまで俺は前には進めぬ。信長殿。ただしこの仇討ちは俺にとって最後の譲渡するつもりだ。仇討ちさえなれば、その後は一切の女王を殺し、天下一新を果たすためにのみ生きよう。光秀、お前の力を貸してくれるか。愚問だ。俺は信長殿と志を果たすためここにいる。この先何があろうとも、俺が信長殿を支えよう。All right. Next up is going to be fighting the Azai and the Asakura again. But that is all the time I have for this episode. Thank you all so much for watching, and I'll see you in the next one.